初のゲストをお呼びいたしましょう。 NPO 未来創造エデュケーション代表、一般財団法人いじめから子どもを守ろうネットワーク東京代表の栗岡真由美さんです。こんにちは。こんにちは。本日もお願いいたします。お久しぶりです。よろしくお願いします。こんにちは。はい、お久しぶりですね。はい、最近あの NPO 未来創造エデュケーションという NPO を立ち上げられたとのことですが、これはどういった活動をする NPO さんでしょうか。そうですね、あの今年3月に、はい、あの本を電子書籍を出したんですけれども、はい、もしもドラッカーが文部科学大臣なら、はい、文科省はもういらないという、すごいタイトルですね。すごいですね。過激なテーマで書いてしまった本なんですけど、はい、今あの結構あの、はい、森友問題とかですね、はい、問題とかですね、はい、なんかこう、連日こう、はい、なんかワイドショーを見てるみたいに、はい、教育の問題が、はい、あの語られてるんですけど、はい、あの実はいじめもありますし、不登校も、はい、ありますし、はい、いろんな教育の問題が、あのこう負の遺産がこう一気に出てきたんですね。でも一方で子どもたち、あの4人に1人は塾に通ってまして、お母さんたちは教育費大変で、子どもたちも夜遅くまであのこう塾に通っている、まあ、もし塾が学校になったら、お母さんたちも助かるし、子どもたちのストレスもなくなるんじゃないかということで、塾を学校にする未来という最終の、ね、塾に行ったら単になればいいですよ、学校ね。それはもう全然いいじゃないですか。その方がいい、ね、いいじゃないですか。フリースクール制度今度もね、そうですね、はい、素晴らしい。そういうことを進めようと、はい、NPO たちが。そこにドラッカーっていうのは役中っていうことですか。ドラッカーってなんかの面白い、はい、経営者なんですけど、経営者、学者、世界的な、世界的に有名な、ちょっと前に、もしドラって、もしも高校野球の女子マネージャーが、はい、ドラッカーを呼んだら、っていう映画と本がすごい流行ったんですね。はい、あの前田敦子さんが主演した映画なんですけど、はい、あのまあドラッカーって経営の大家で、あのイノベーションとか、はい、それとか、はい、あのまあ、あのマネージメントとかっていう考え方なんですけど、もしその経営の大家のドラッカーが文科省文部科学大臣だったら、どういうふうに文科省行政はなるんだろうかっていう視点で考えちゃいました。なるほど、興味深いですね。どうなりますか。そうですね、もう JAL が民営化したみたいに、あの JAL と一緒でもう大赤字ですので、民間企業だったらとっくに潰れてますので、はい、そうですね、なので、まあ、もう文科省を減らして職員もやめていただいて、はい、もう民営化すればいいんですよね、民営化すればいい、そういうことです、ね、もう全部フリースクールしちゃえばいいってことですよね。そうですね、少し残して、はい、少し残して、はい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 、なるほど、素晴らしいやつですね、はい、ということで、それからもう一つの、まあ、代表されているとのことですが、一般財団法人いじめから子どもを守るネットワークですが、これは文字通り、まあ、いじめから子どもを守るためのご活動ですよね。す講演会やったり、はい、セミナーやったり、まあ、お母さんの相談に乗ったりって感じですよね。はい、はい、今年も行ってきました、学校に。はい、学校に、はいはい、学校で講演会を、講演会、あの授業をやってきました、はい、ね、すごい、いや8000人ね、すごいです、8000人を見てきた、はい、すごいですよね。子どもたち、あの小学校から高校生まで、はい、いろんな全国の学校で授業をしてきたんですけど、はいはい、さっき金太郎さんがおっしゃってた、はい、子どもたちに夢がなくなった、はい、本当にそうで、あのその夢を描く力をがなくなった子どもたちの現場に行って、夢って、将来の夢って何っていうのをずっと8000人に聞いてきました。で小学生たちはどうなんですか。まだあるんですか。小学校の子どもたちは結構元気に、はいはいってこう手を挙げて答えるんですね。すごい可愛く。それで何を大体小学今の子たちは大体今プロ野球の選手になりたい、ああ、ね、今活躍してるテレビでね。そうですね、はい、あとそれから、まあ、パティシエになりたいとかですね、科学者になりたいとか、バレリーナになりたいとか、総理大臣になりたいとか、いろんなことを出るわけですね。で、いいですね、はい、だんだんこう出なくなって、高校生になったら、この前行ったら、はい、高校生みんなシーンとしてて、はい、サラリーマンになりたいですとかですね、銀行に勤めて、はい、まあ、お金稼ぎたいですとか、そんな感じの全然つまんないですか。じゃあ教育はダメですね。ダメですね、うん、教育は夢を持たせるね、教育しないと。なんか先生が必ずびっくりして、あの今みたいにシャッター切られるんですね、子どもたちに将来の夢なんて聞いたことないって。でこんなに子どもたちが元気に答えるのを見てびっくりしたって言って、先生が一番喜んでシャッターをされるのが、私はちょっとびっくりなんですけど、なるほどですね、はい、
だからその辺をね、やっぱりあの大人の責任だと思うんですよね。はい、そうですね、そう思いますね。ね、みんな元気で明るくてね、ニコニコしてないといつも夢を語ってなきゃいけないですもんね。そうですね、親が語るんでね。子供に夢がなくなって一番の原因って何だと思います？今の教育はどこかを改善しないと。そうですね、あのなんで子供たちが夢を見なくなったかってあるアンケートを取ってるんですね。でそれを見ると今の大人の姿を見てたらとっても大変そうって自分が10年後の日本とか大人に対して、大人社会に対して不安を持ってるって答えた中学生や高校生が6割7割いるんですね。だからやっぱり私たちの大人のこの疲れたこう感じの姿がですね、やっぱりちょっと子供たちに夢を描かせなくしてる。なるほど、理解されてないですね。はい、やっぱりいじめ問題もありますし、あの夢を描く心の力が失われてますね。なるほどですね。はい、でそこでですね、あのあ一番ね、あの僕あの子供の赤ちゃん、あれをちょっと喋ってます。あれが、ね、僕すごくね、響きましたね。あの実はこう子供たちが愛されてないと思ってる子供たちが今たくさんいて、うん、でお母さんたちもやっぱりなかなか忙しいので、うん、貧困、時間貧困っていうんですけど、子供たちとこうコミュニケーションを取る時間があんまりない。うんうん、で赤ちゃんの時に母乳でお母さんが子供を抱いてこう目を見てでおっぱい飲ませてたんですね、うん、その時に子供って愛されてるなってすごく実感します、はい、でも今のお母さん忙しいのでこう母乳じゃなくって哺乳器を口にこう入れといて、うん、でこっちで携帯ながら携帯するんですね。子供の顔見ないで、はい、でそしたら子供って赤ちゃんなんですけど愛されてないって思うんです、うん、そうすると赤ちゃんが笑わなくなってサイレントベイビーができる、うん、サイレントベイビーって言うんですね。そういう子供って大きくなると愛されてないので、はい、自信が持てなくなって自信のない、誇りがない、夢が語れない子供がいっぱい育っていじめが増えるという、だからお母さんの愛とかお母さんのおっぱいって実はお金には換えられないけどとっても大切な宝物ですね。なるほどですね。だからそれでもなくなる、僕小さい頃皆さんね、お母さんの僕おっぱいだったし、なくなってんですよね。だから親が子供をいじめ、うん、子供がまた親もいじめたりとかね、はい、いやそこは一番原点ですよね。原点ですね。皆さん、もう日本人の人、皆さんね、それをねちゃんとね、お母さんあれ、ね、おっぱいでね、もう母乳を与えて、ね、皆さんにやりましょうよ。うん、もうそこからですよ。そこから変わりますね。変わりますね。もうそこから教育も全部変わりますね。はい、原点ですね。はい、ということで、はい、はい、ちっちゃい時の夢。ちっちゃい時の夢はなんだった？ちっちゃい時の夢、はい、あのちっちゃい時の夢、私の小学校の5年生、6年生の時に、はい、あの万博が大阪であったんです、はい。皆さんも行かれた方いらっしゃると思うんですけど、はい、その時に行ったら、万博に行ったら、アメリカ館とソビエト館かな、はい、の前に長蛇の列ができてまして、はい、もう3時間、4時間、5時間待ちで、はい、で並んで入ったら月から持って帰った石がそこにあります。月の石が話題になりましたね。月の石、はい、感動して、はい、それ見た時からやっぱり月に行きたいっていうのが夢だった。今までも行けるんじゃないですか。行きたいですね。この本がマカオレすれば私も連れてください。皆さん買ってください。ぜひ買ってください。はい、それでなんかやっぱり普段ちっちゃいでしょ、はい、学生時代どうなったんですか、はい、学生時代は私の応援団に入ってました。え、応援団、応援団でクラリネット見てたんですけど、クラリネット、チアじゃなくて、チアじゃなくて、ちょっとなんかクラリネット持って、学ランを着たお兄さんとチアのお兄さんとクラリネットを持った吹奏楽のみんなが走ってましたけど、はい、走って走ってそれみんな忘れてました。じゃあそうですね、一生懸命だ、一生懸命ですかね。何でも一生懸命な方なんですね。これ一生懸命になっちゃう、そうなっちゃうんですね。一つ目の前にあることも一生懸命になっちゃう。あ、素晴らしいですね、はい、でそれって、はい、そこから今度は会社かなんか、会社に入ったんですけど、どういう関係、あの丸紅って商社、はい、すごい、超エリートじゃないですか。エリートじゃないですか。まだバブル崩壊前のとってもあの、はい、儲かってた、はい、いい時だね、はい、いいですね。も新幹線ボーナスもいいしね、ありますね、すごかったですね。旅行に行けそうなぐらい行けそうな、はい、なんかあの新幹線通勤してものすごく忙しくて、はい、でなんか繊維を扱っていたので、はい、まあ、あのファッションデザイナーもいて、はい、こう仕掛けるっていうんですかね、流行を仕掛けるような、はい、なんか本当に時代を作っていくような、そういうワクワクするような、はい、忙殺されるような時代、はい、忙しいね、生活を送ってました。でそれも一緒にバーッてやってたんで走ってるんですよ。もうなんか目が回るような、忙しいんですか。忙しくて
すごいですね。電話がひっきりなしにかかってきて、怒られて、ごめんなさいっていう感じで。すごいですね。でそこでなんかそれを、なんか嫌になったんですか、会社は。いやいや、結婚退社。結婚で、結婚退社。結婚して、退社に使ったわけですね。寿退社しました。あ、寿退社。はい。でそれで母乳で赤ちゃんが生まれた。いやいや、そうしなかったんですけど、なんかあの人生の転機で、はい、あの子供家庭教師とかいろんなことしてたんですけど、家庭教師してたんですね。やめて家庭教師されたり、とか教育の仕事に関わってたんですけど、はい、実は転機があって、はい、10年前に、はい、まあ、実は友達のお子さんがいじめにあって、はい、で相談を受けて、はい、でそれでその彼女と一緒に行ったシンポジウムで、こう壮絶な今のいじめの現状を知ったんですね。で、あの本当にあのお母さんの愛が子供を救うんだって思って、これはやっぱり今を生きる大人の責任、さっき金太郎さんがおっしゃったんですけれど、やっぱり何かしたいと思って、そこからまた一生懸命このいじめ防止の運動に10年ずっと走り続けて。すごいですね。すごい、素晴らしい。なかなか、ね、10年ね走っていないですよね。で中でやっぱり一番大変なことって何ですか。私が住んでた町で実は中学校の男の子がいじめで亡くなったんですね。でその男の子はあのボールペンの芯折りやがってっていう、たったそれだけのいじめだったんですけど、友達のボールペンを折っちゃったんですか。折りやがって折られたんですね。あ、本には折られちゃった、はい、でだけど先生がこのぐらい大したことないと思って放置してたら、実はクラス中の子にいじめられて、2ヶ月後に実はお父さん行ってらっしゃいって言って、お父さんに一言残した後に彼は自宅で命を落とした。すごいですね。行ってらっしゃいってちゃんと言ったの、そこで。でその男の子心配さなかったってことですね。誰にも言えなかったんですね。でもそれを知った時の衝撃はもう今も心に残ってて、やっぱ救えなかった命っていう痛みはずっと。すごいですね。そういう親を頼れない子供ってやっぱ親に原因があるんですかね。ネグレクトがあったとか、小さい子の愛情足りなかったとか、あのやっぱり親に心配かけたくないっていう思いもありますね。優しくていい子ほど言えないですし、言ったけど今回の場合は先生がこのくらい出したことないと思ったので、また学校の責任。そうですよね。学校先生ね、みんなね、こう訴えられてもね、訴えても、いやこれぐらいって思っちゃうものですね。でも今のいじめは子供一人では絶対解決できない、もう本当に大変な問題なので、あの親の責任というのは大きいし、学校の先生方の責任というのは大変大きい、はい、大きいですね。やっぱり一番いいですね、母乳を与えるっていう。そうですね、そこからですね、はい、あれです。うん、それとあとあれですよね、そう学校塾に行って行くためにお母さんたちとお父さんが働いてるから、はい、するとあんまり子供相手しないじゃないですか。はい、それいいんですよね。はい、僕たちは遊んでましたよ。もうね、もう学校終わったら家に帰ったらどっかでドロンコになって遊んでて、今それなくなったんですね。遊ばないですね。遊ばないですね。みんなゲームとか携帯でもう相手にしてますから、うん、ね、よくないですね。愛情何もないですよね。そう思います。ね、あれで喧嘩したりいろいろして ね、それ良かったんですよね。喧嘩したり、喧嘩するのがいいですね。いいんですよ、小さい時ね、大きくなっちゃ喧嘩しちゃいけないけど、ね、あれがいいんですよね。痛みも分かるし、色も分かるし、ね、人間関係学ぶのは遊びから、ね、遊びからです ね、 からですね。はい、はい、ということで、はい、で、で、あの、こう今そういう作業で、今後はどういうふうに。あ、今後ですか。あの実はもう一冊本を出版したいと思ってまして、はい、テーマは、あのテーマは世界のいじめと人権っていうテーマで、グローバルになるんですね。ちょっとグローバルになって、人権、はい、あの世界にもいじめ問題、日本と同じようにありますし、世界の貧困と戦っている子どももいますし、生きる権利とか学ぶ権利とか、そういうのが今世界で失われて、よくあの戦争の戦場で子どもが命を落とすっていうのはよくありますが、あのやっぱりそういう子どもたちに手を差し伸べるための一冊を書きたくて、でそれを完成した時には、さっきちょっとあのオビリン大学の先生の名前出てたんですが、この場合意気投合して、まあ、ぜひ一緒にセミナーやって、でやっぱり最後は国連で語りたいという、あのそんな夢をちょっとご紹介しました。荻原さんですね。荻原さんと、はい、ね、あ、これは持ち上がってましたからね、俺らだけね。うん、これやっぱ変えなきゃいけない、国連もね、はい、国も、はい、やっぱ大人も変えなきゃいけないですよ、日本ね。うん、あと政治家変えなきゃいけないですね。政治がもう全然ダメですよね。安倍さん早く辞めないですかね、本当に。辞めないですからね。聞こえてる。聞こえてる。聞こえに行ってますからね。いや、海外だったら暴動起こるって。本当ですよね。うちに海外回ってる商社もあること言うんですよ。いや、もう
海外だったら日本人優しすぎるって優しいですね、こうやったらもう暴動起こるって言ってました、うんうんうん、ね、でも3万人って少ないですよね多いと書かれてるんですか、そうですね、少ないと、それで、はい、これドラッカーですね、これね、ご本出しましたから、はい、もう今もこれはネット上出てるんですね、ネットで出てまして、今あの教育分野、あの教育行政の分野で、はい、なんか3位だったり10位だったりなんかいろいろ、3位すごい、見てます、見てます、10位以内に行ってるんだ、すごい、はい、ドラッグだってどうなんですか、今のは解体されるんでしょ、文部省は解体される、そうです、ね、どういう裁判、どういう締めを、締めのところちょっと話してもらおう、そうですね、はい、あのやっぱり塾を、はい、学校にしてあのする未来を構想したいと思いますし、あの今あのロボットとか、はい、あの AI とかって言われてるんですけど、はい、実はそれを超えていくの、はい、人間が本当に必要じゃなくなるのかっていうことなんですけど、そんなことは絶対なくて、やっぱり人には考える力がある、人をこう愛する心もある、それをこう育み育てていくのがやっぱり教育の力だと思うので、そうですね、まあ、あの文科省のやり方を変えていただいて、あの新しい教育をやっぱり生み出さないといけないなと、ね、道徳、ね、道徳とかですね、うん、はい、ぜひ、ね、そうですね、はい、あ、今日は本当に素晴らしかったですね。要はもう世の中に、ね、本当自殺っていうのはね隠れてますよね。本当にそう思います。隠れてる、はい、隠れてますよ。皆さんね、全国のねお母さん、はい、やっぱり一番最初は母乳です。はい、与えるってことね。ね、こう携帯見るんじゃなくて母乳をちゃんと与えて、ね、こう見て、そっからですよね。本当にそう思います。ね、お母さんの愛大事です。ね、愛さえね。で、あとあの軸にかなって言うんじゃないけどね。そうです。昔言ってなかったんですか。遊んでましたから。いや、本当にそうですね。頭悪いわけじゃなかったんですもんね。そうですね。うん、それ変えていけないですよね。はい、そう思います。はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。